ハロプロ反応集へようこそ。今回は上国良萌佐々木さんでもなく川ムーでもなく、なんで私がリーダーなのか、不安な気持ちでいらっしゃる方も多いと思います。に対するみんなの反応集です。頑張れ上子。あやちょの卒コンで竹言ってた言葉引用してるの文章意外と好きだわ。泣いた。エイダー大変だろうけど応援しますよ。エイダーは叩かれるよ。A は佐々木って割り切った方向性にするんじゃないの。新曲も完全にそうだったじゃん。おでんかみこも最初きついけどロードそこ乗り越えれば楽になる。お前らの反発に対してだぞ。ソースは生竹。仕方なく引き受けた感じだな。リンリンのとこだけ橋迫って書いたら面白かったのに。短期政権ってことはなさそうだね。かみこは定年ギリギリまで残るなら卒業は2025年春あと2年はいる模様。佐々木が譲った理由は？川村はなぜ副リーダーにされた？謎は深まるばかり。佐々木まだ若いから2年後にでもできる。かみこのお母さんを封じるためのリーダー昇格。会社に物申せるタイプのリーダーでいいんじゃないか。ごっちん入ってきたことが大きいのでは。これからはメディア露出頑張る間とない見合いで。神子頑固だし売れっ子だからアンジュルムとしてはいい方向に行くのかもな。普通に神子でいろんない。神子リーダーなら誰も文句ないよ。神子はアンジュ愛が強いからついていける任せたぞ。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。